感じです。かこゆきさんの会見始めます。させていただきます、私は一応森友学園の代理の弁護士の代理です、これからですね私の方から、一応前の記者会見の後の事情現在からまでの事情を全部時系列的にご説明した上で、その上であと現理事長と前理事長の話を聞いていただく、そういう段取りで、やっていきたいと思います。でまずはじめに、これ私の方は第六民事部に対して、引田管財人の解任の申し立て、この解任の申し立ての理由というのは、藤原工業の再生再建の大いなる水増し、粉飾、それによって、少なくとも森友学園自体に対して、あるいは他の再生再建者に対して損害を与えたという意味での背任及び特別背任で刑事告訴をして、大阪府警本部に、受理されているこの事件ですけれども、そういうふうなことを理由に、過去3度にわたってこの第六民事部に対して解任の申し立てをしています、犯罪に。つまり不正行為どころか犯罪行為だということで、この被疑者、引田氏を刑事告訴をしております。で、そのことに関しての理由として、解任請求をしているんですが、未だ、これ4月に、過去に今何度か、2月3月やってるんですけど、3度目の解任請求、これどうして3度目の解任請求かというと、これは一切今言った粉飾、水増し、そういうふうなことについて一切触れていないからです。理由中の判断で触れていないから、別に一時差でもないので、1度目やった、それでも何ら触れてないから2度目やった、でも2度目も何も触れてないから3度目を4月に出した。ところがこの4月に出したことに関して全く今の至るまで判断してません。催促してるんですが判断できません。できていない状態です。でそういう最中にこの前の御前執行がなされたという経緯です。でそのことから踏まえて、こちらの方としては、あのあと、要するに、保全異議の申し立てを出しました。で、同時に、執行停止の申し立ても出しました。で、これを、実はその保全異議の、いわゆる第1回の新人期日が、今日の午前11時にあったんですが、後でお話ししますけど、この裁判官全員を忌避申し立てしたので、今日の期日は流れました。で、忌避の理由は何かと言いますと、これ本来ならば執行停止をするのと、それとその保全異議とは裁判官を変えるべきなんだけど、全く同じ裁判官になって、しかも恐ろしいことに、この保全異議の不遂処分として出した執行停止の申し立てに対しての決定、この前に出たんですけど、この内容はね、どういうことかというと、一切そういう権利乱用行為はなかったという。権利乱用って何やというと、これ今言ったこういうふうなね、捏造とかこういう犯罪行為、犯罪の捏造行為、犯罪行為で裁判所がブルーになってこういうやってる行為、こういうふうなことの、債権の水増しとかこういうような形、こういう無骨な犯罪行為、
この犯罪行為をまさに権利乱用だから、このこういう人間からの申し立ては権利乱用をもって却下せよということを主張してきたわけです。ところがなんと記録を精査してもそういう事実は一切ない。何を言ってるんですよこの裁判官。だからこの3人とも今日の執行を保全意義の裁判官ですから、これ全員忌避申し立てをした、そういういきさつです。それからですね、まあこれ今日の基本的にお話ししたかったのは、まず冒頭にその前回の記者会見の問題として提示してきましたけど、執行人の仮でね、暴力を振るって怪我をさせられてるんです。で、それのことに関して大阪府警本部に、告訴状を出して、それが、これ7月14日に、私の方から提出、現理事長から提出して私も同行しましたが、で26日に私の方がこれを踏まえて、今までの特別背任の事件についての補充説明をきちっと26日にした上 で8月6日頃ですけれども、この刑事事件が受理されたんです。刑法同じようにこの特別背任の背任と同じように、いわゆる受理されて、いわゆる捜査本部を作って対応するということも多分あると思います。でそういういきさつで、今回は記者会見を開くということでしたが、かなり盛りだくさんの話があって、事前に予告してますように、この裁判官の忌避の申し立て、それが解任の申し立てについては全く判断がなされていない状況の中で、午前執行がなされたということとか、それから実はもう、おとつい付けでもうすでにこの6民の裁判官、6民の裁判官と1民のこの保全事件の関係の裁判官全員に対して資料を配布させていただいていると思いますけれども、訴追請求票をすでに発送しています。もう今日か明日ぐらいは受理される、受理中か届くと思います。でそういうことで今日のお話しすべき内容はほぼその訴追請求状に、もうありとあらゆることが書いてありますから、他の今私が説明していることも含め全部一応書いてあるので、資料として皆さんに配布したと、そういう趣旨です。それから森友学園をめぐる裁判に関してはもう一つお話ししとかないかんのは、10月5日の火曜日の11時にこの大阪地裁の18民で、809号法廷ですが、こちらが出している国家賠償請求を出しています。それの第1回口頭弁論が今言った10月5日の午前11時です。でこの請求はですね、まだどんどん今回もいろいろなことがありますから追加しますが、基本的には先ほどお話した犯罪人と裁判所のいわば共謀によるその犯罪行為で、これを国家賠償として請求しています。でこれは今まさに森友学園が休業と称してね、今年の1月6日に6民がなんかわけのわからん休業の決定ですが、これははっきり言いまして民事再生計画を完全に取り消す話なんですよ。取り消すに等しい話で、その手続きはされてません。で今回のこともそれは至ってますが、これ全くされてないんです。にもかかわらず休業させて、で何ですか一体これ。これ全部ね掘り出して森友学園のいろんな備品類も全部売却して、あるいは損壊させて潰してしまって、で閉鎖して、で園児を掘り出してしまって、
こういうふうなやり方っていうのは、これ救援っていうんですか、これ。これ肺炎じゃないですか。これね、森友学園が再生計画を立てて再生できる最大の目玉は何かというかね、園児募集をして、園児を確保して、そしてその関係の補助金ももらって運営すること。このことがなかったら、学校法人、どなして再生するんですか。それを全部根絶やしにして、こういうことをやってるんですよ。だからこういうことが国家賠償の対象になるのは当たり前じゃないですか、ということがこちらとしては問題提起してるわけです。だからこういう形でね、森友学園が塚本幼稚園をああいう形で強引に掘り出されて、刑事事件まで起こされて、被害に遭って、こういうことについて今後ずっと国家賠償も含めて、これはとことん戦っていくということが、こちらの方針です。で、いずれにしましても、皆さんにお渡しした、訴追請求書、これを読んでいただいたら分かるけど、今までね、ここの、前回の記者会見でもそうだし、それから今までずっと森友学園が開いてきた記者会見もそうですけど、私はずっと言い続けてきたのよ。この建設仮勘定のね、22億1888万というわけのわからん数字、それから鉄骨としての追加見積もりとしての約3億、こういうものがまさに藤原工業の再生債権として認められているということが大問題。これはね、請負契約はね、15億5520万しかないのよ。で、完成しても15億5520万しかないのよ。で、それをそのまま建設仮勘定から建物勘定に固定資産として振り替えることしか方法はないのに、なんでね、15億そこそこの契約代金なのに、なんで22億を超えるような建設仮勘定があるんですか。これ見ただけで一目瞭然で不正だということがわかるわけですよ。で、それをね、全くこういうようなことを一生懸命私らあなたらに言ってるんだけど、一生懸命今メモ取ったりパソコン打ったりしてるけど、報道したことがあるんですよ。少なくともこれは正しいという報道ではなくて、森友学園側がこういうことの事実を指摘してるということ自体のね、そして向こうに対してのコメントをもらって、それを報道するのが本来のね、報道機関の役割じゃないですか。それを一切あなた方はしない。で、今日のことも多分言わないでしょう。で、こういうやり方っていうのが、いずれ審判を受ける日が来るというように僕らは思ってます。これ、報道することにおいてね、最高裁の決定でもそうなんだけど、あなた方の行為はね、なんで許されてるかって言ったら、あくまでもそれは国民の知る権利に奉仕するということが疑われてるじゃないですか。国民の知る権利というのは、一旦報道した既成事実があるならば、それの後追い報道も含めて、どういうことが問題提起されてるのかということを報道するのが報道機関の責任じゃないですか。で、一方だけの、ね、事実だけを垂れ流して、こちらのコメントも載せない。こんな変更した報道がどこにあるんです。で、だからこれ私の方は少なくともそちらの方に資料としてその訴追請求状を提供しましたけど、この事実一つずつ全部エビデンスがあるんですよ。エビデンスがあるならばこういう内容を踏まえて、ね、犯罪になり裁判所にどうなんですかってコメントを求めたらいいじゃん。それで報道したらいいじゃん。それが本来のこの事件の一連のこういう事件の報道姿勢じゃないですか。いずれにしても私の方はこの程度で、終わらせていただいて、あと現理事長前理事長でそれぞれ話させていただいて、で、あと質疑をお受けしてということで、させていただきます。一応私の説明は終わらせていただきます。あとはちょっと、
現理事長からちょっと先にお話しいただきます。よろしくお願いします。お集まりいただきましてありがとうございます。久保池千奈美と申します。よろしくお願いします。今、弁護人の方から話がありました。5つのことからですね、1つは裁判官、要は訴追請求をいたしました。国家賠償請求もいたしまして、10月に第一次期日が決まりました。そして裁判官拒否も行いました。そして反訴も行いました。そして告訴告発、大阪府警本部の方に受理されました。この5つの事柄を今日は特にお伝えしたいなと思ってこの場を頂戴いたしました。その中で本日提供させていただいております資料をもとに、もう遡っていただいて、なぜ 私が民事再生手続きを取って、犯罪人型を取って、これらをスタートさせたのか。当初は今前理事長が横で着席しておりますけれども、前理事長と幼稚園の方はもうかけ離してスタートしてまいりました。現段階でも当学園の幼稚園に関して現理事長は一切関わっておりません。しかしながら、この森友学園の一連の事柄については、初めは当初民事再生のことだけで私もやってきておりましたけれども、遡っていかないとこの件が分かりませんでした。ですので、前理事長の事柄も含めて私も調べてそしてやっております。その中でここ何ヶ月かで何度か記者会見をさせていただいておりますが、深く掘り下げていただけておりますでしょうか。こちらのコメントが一切出ておらないというのは事実です。そして子どもさん方に対して、憲法第65条違反ということも、憲法第26条の違反をしているというところが私は一番引っかかっております。当園は長らく幼稚園をしてまいりましたから、子どもさん方がこの幼稚園いいなと思って通っていただいて、それを生かすために民事再生手続きを取りながら、精査しながら、新たなことを取り組みをしながら、この何年かやってまいりました。再生ありきでスタートいたしましたので、この犯罪人が行っている事柄が今もなお、法的なことを調べましてもどうしても私の方で腑に落ちません。少なからず私の方に、そして先生方の方に説明一つなかったにしろ、さすがにここまで来たら保護者の皆様や子どもさん方に直接出てきてご説明されるっていうことが本来の形ではないでしょうか。とは言いながらも民事再生手続きが可決されて進んでおりましたので、再生計画案の、遂行が果たしてできているのかどうか、犯罪人によってできているのかどうか、そして犯罪人が今やっている事柄が全て裁判所が OK を出したものなのであろうか、このことも踏まえてこれからもやっていきたいと思っております。はい、すいません。じゃあ次に前理事長お願いします。はい、籠池です。皆さんこんにちは。昨日藤原工業の判決がありましてね、で彼は平成29年の私が拘置所に入っている10月に訴状を提起した。ところが拘置所に入っておりましたら、本来はですね、手も足も出ないわけですが、それに対して私は対応したというんですかね、反訴じゃなくて、応じたということになるんですけど、そして裁判で戦って、行っておったわけです。もうすでに4年経ちますね、裁判、藤原工業の裁判。裁判で、いわゆる内容は、籠池はお金もなかったのに、水戸の国記念奨学金を立てたと、とんでもない話やから1億円を夫婦揃って払えということでしたね。個人の私に対して、
これはきれいに第8民事部で結審がおいて、18民事部でしたね、はい、18民事部で結審がおりまして、棄却されました。でその中で、私もじっくりとあの判決の内容を見てませんけども、私学助成金のことがね、ちょっと私は一度も言ったことありませんから、それを言っておったのは周りの人たちのそういう発言があったんだろうと思いますけども、この分についてもちょっと、判決の中を精査して確認せないかんけど、私は私学補助金のことについて言ってなかったということをお伝えする。ということは藤原工業がああいうふうな、もう二度と拘置所の中に入ってしまったら抗弁できないだろうと思ってしたいわゆる詐欺裁判はああいう結果になってしまったということを一つ申し上げておきたいということ。でそれが藤原工業が、今お話しされておりました森友学園の民事再生の中で第一債権者として君臨しておる。その君臨させた理由は23億円というふうな建築仮勘定を、7億5000万の建築仮勘定を私が理事長を辞めてから一挙に23億円という建築仮勘定にした。その建築仮勘定の23億円というのはもともとサステナブル補助金の23億円やと言って、それが藤原工業が大阪府に行った時にはその23億円ですよと言ってた。そして国土交通省を通じて国会の参議院にも23億円の あの契約書は正しいんですと言ってた。それを活用して民事再生の23億円というふうな、仮勘定が出たということをもう一度認識していただきたいわけです。これはただ単なる刑事裁判ではなくて、政権が森友学園を潰すことによって森友事件という痕跡を全く なくしてしまいたいという思惑があるんだということをここは声を上げて言っておきたいと思います。なぜならば森友学園が消滅すると大阪地検特捜部に持って行っておりますところの証拠書類は全て返さなくてよくなる。2つ目、森友学園が消滅するとあの水戸の国記念小学院の土地は国土交通省がそのまま留置することができる。3つ目、森友学園という事件がなくなってしまったら政権の自公連立政権に対して大変なダメージが、ダメージじゃなくてプラスの効果が出てくるということなんです。だからそれによってこの第6民事部をはじめ第1民事部、この大阪地方裁判所の民事部は総和会で第6民事部の傷を舐め合うようにして第1民事部で保全執行したということなんです。こういうふうな暴挙は絶対許すことができない。皆さん方、記者クラブの方なんですから、こういうことはあってはならないことなんだということは認識されるはずです。しかも、今先生がおっしゃったような国家賠償請求をせざるを得なくなっている状況、そして引田清さんという管財人が全くこの大阪地方裁判所の第六民事部を活用した、利用した。第一民事部を利用して政権のために森友学園を潰そうと今している最中なんだということです。で今理事長の方も言っておりましたけども、憲法第26条違反、これ憲法条項違反が今この大阪地裁で行われているということもやっぱり認識していただきたい。子どもたちの教育を受ける権利、これを完璧に無視して、その無視に関わったのが第六民事部の当時の今の裁判長であるということ、福田昌文さんであるということですよね。重要なことだと思います。裁判官が憲法条項に反することを自らやってのけたということです。ですから先生の方は皆さん今言ってましたけども、訴追請求というのはどういうことかというと弾劾請求やということですよ。裁判官を弾劾するんだという請求、この前も一回裁判官が弾劾されておりますけども、めったにあることじゃありません。弾劾請求をしたということですよ。すごく重要な裁判官としての立場を知らないということを訴えているわけである。ここまでしないと大阪地裁の裁判官、第六民事部、第一民事部、これらの人たちは目が覚めないということやというふうに認識しております。それと23億円の契約書がないにもかかわらずあるがごとき体裁を取った大阪地検特捜部の堀木博史検事、あるいは今の大阪地検の次席検事である山本真知子次席、これらの人たちは
まさに冤罪を作り出す天才だと、冤罪作りのデパートやというふうに大阪地検特捜部については申し上げておきたい。こういうものの中で政権、そして大阪地検特捜並びにその手駒であるところの引田管財人並びにこの大阪地方裁判所の裁判官の人たちが政権維持のために救急として森友学園を潰そうとしていること自身は絶対にあってはならないことでありますから、私はそれは声を上げて申し上げたいと思います。この裁判官というのはあまりにもバランスを欠いた動き方をしている。本来の三権分立の中であるごときの裁判官の裁量権を逸脱して、まさに我々の事件、私の刑事事件においても本来この刑事事件がどうして起こったんだと、なぜ起こったの、バックヤードがあるでしょ、そのバックヤードを一切認めないような裁判の指揮をしております。これはあってはならないことやと思います。本来どうしてこの事件が起こる、どうして大阪府補助金のことが起こる、サステナブル補助金のことがここで立件されてんだ、そのバックは何にあるんだということは安倍晋三首相あるいは安倍昭恵夫人が関わっているところの森友事件に大きな根本的な問題があるんだということをずっと奥深く考えていかない時期に来てるんじゃないかと思います。もうそろそろ政権は交代するかも分かりません。それは衆議院選挙そして参議院選挙を行える時期になってきました。そうすると今まで嘘をついてきた政権の人たち、嘘をつかざるを得んかったような官僚の人たち、その人たちの目を覚ますための国民の正当な一票の札が入ってくることになってくるわけですよ。そのために私たち、南出先生そして現理事長も戦ってるし、そして私の方もそういう意味では一緒にご一緒させていただいているということです。本来は森友学園は私たち前理事長ですから、あの事件を起こした全ての事柄を私が全て知ってます。どういう事柄でどうなってどうなってどうなった、それは全て歪曲されて今現在に至っているということです。国土交通省の役人、財務省の役人、全てが不起訴処分になってますよね。あの土地は国土交通財務省の土地ではありませんよ、国土交通省の土地であるということです。あの国土交通省の土地にどうして8億円値引きをせなくてはいかなかったのか、産業廃棄物はなかった、どうして8億円値引きをしたのか、値引きをせざるを得んような状況があった。平成27年の9月4日の木原建築設計そして、の松本さん、それ近畿財務局、国土交通省の航空局並びに中道組が四者会談をして、あの中に出てきたアスベストを埋め戻した、そこに大きな森友事件の発端があるということなんですよ。ゴミ問題というものについてはそこに安倍首相が関わってたということなんであります。皆さん方もっと原点に戻って、赤木ファイルの事件も非常に重要なことなんだけども、それは改ざんに関わってしまった赤木さんという職員が どうしてああいうふうな改ざんに関わったのかということの顛末の問題にしか過ぎない。本来はなぜああいう事件が起こったのかということに皆さん方は目を向けていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。私たちの森友学園、歴史の長い70年間の歴史がある森友学園塚本幼稚園が一引田清という管財人のあのやり方によって、本来の法的な措置ではなくて法律ギリギリ塀の下に落ちてもええような形をしてやってきた、彼にはそれだけの何かせないかんような理由があるんでしょうけど、そこに対してはやはり最低限子どもたちの教育を守る、先生方の労働権利を守るということにはやっぱりきちっと徹してほしかったと思います。もう一つ言うならば、先生方が一生懸命職場を守り、子どもたちを守って、体を呈して、1ヶ月の重傷を負いながらですね、森友学園を守り切ろうとしたあの気持ちというのは、本当に見上げたものがあります。2人の女性職員に対して、30人もの男の団体がですね、突入してきて、
しかも拉致同然に足で首、そしてお尻の中まで手突っ込んでですね、そして外に放り出した。放り出した時には熱さのコンクリートに頭を打ちつけ、そしてポニーテールをしてた頭の髪の毛が今は引っ張られて抜けてるわけですよ。女性の大切な髪を持ってそれを道具のごとく引っ張っていった執行官たちのあのやり方、それをそばからニヤニヤと見ながら見ておった引田管財人と段順子副管財人のあのやり方、そして執行官のふてぶてし丁寧な言葉を使いながらでも体に蹴飛ばしたり、そして皮膚をつね切ったり、そして無理無理壁に当たるようにぶつけていったりした、ああいうふうな事柄については全て大阪府警本部の淀川警察署の警察官が映像を撮っています。彼らは一緒になって協力してああいうふうな保全執行をやった。しかも仮処分ですよ。保全執行の仮処分にしかすぎない。それを強制執行やって謳った報道機関もあるけど、総理は保全執行の仮処分だった。それをああいうふうにしたということはすごく私としては残機に耐えないというか、保護者、子どもたち、そして先生方に申し訳ないというのも、もっと大きくこのことを取り上げてやってほしい。これがコロナウイルスとかがまた終わった後、たくさんの民事再生の物件が出てきます。それをここの大阪地裁の第6民事部、第1民事部で勝手なことをやってたら、全て倒産倒産倒産、誰が儲かるのか、誰がお金をいただくのかと、その弁護士、いわゆる先生も弁護士だけど、民事再生の犯罪になった弁護士が潤っていくということなんです。彼らを潤すために民事再生があるわけじゃないんですよ。彼らを潤すために、生かすために民事再生とか破産があるんじゃないということを認識していただいて、そして第6民事部とか第1民事部はもっと仕事をしなさいなと言って、もっと仕事をしてほしい。本当に職権発動でもいいから、まだに自分たちが指示したところまで見に来て、現場を見て、本当の裁判の裁判官らしい仕事をしてほしいというふうに思ってます。はい、今からご質問を受けますが、一つだけちょっと補充させていただきたい。これは繰り返し言ってますけれど、民事再生ではこの建築請負契約の金額は先ほど言った15億5520万なんです。でこれは管財人も認めてるし、裁判所も認めてるし、そして藤原工業も認めてる、誰も異議を言ってない金額なんです。ところがね、前理事長の刑事事件によると23億の契約があったという前提で、虚構の前提で、まあ、起訴が組み立てられてるんですけれども、契約書自体が存在しないんです。つまり村木事件のように千代子の捏造がある、それ以外にもテープのロックのとかあるらしいです。で私は一応刑事弁護の方の弁護人といろいろ情報交換して、で今回の23億という一つの虚構というのは後付けの理屈としてね、その23億の契約があったという後付けの理屈として、その令和2年3月末のつまり、引田管財人が管財の事件を引き受けることになってから、それまで何にも平成29年の3月ではね、7億5千しか建設仮勘定がなかったのに、それをいきなり工事が止まってるのに、その管財人の時代になってからいきなり22億の建設仮勘定になってる。でこれは多分検察のですね、23億の虚構説を事後的に裏付けることだというようにこちらは思ったの でこちらの方としてはそういう主張もしてます。ですからここらをね、メディアは追及すべきですよ。なんでこんな工事が止まってるのに、なんで、金額が増えるのと。素朴な質問とか素朴な疑問ってあんた方持ってるはずなんだけどね。
それを無事つける必要があるんじゃないかと。関西に聞けばいいじゃないですか。関西に聞くことが怖いんですか、あるいはダメなんですか。そこらをね、やっぱり取材されるんであればちゃんとしてほしいなというふうに思ってます。で、今からあの質疑を応答に入らせていただきますので、理事長がちょっとあのお話ししないので私言っておきますけど、民事再生 の, あの再建計画というものは5年後に子ども園化しますということになっているんですよね。ところが、日田関西人がこの 1月の6日に、不定期停職ですね、休園許可を第6民事部の福田将軍裁判官に取ったのは、小級裁判官に取ったのは、その5年目が来る前に終わっとかないかんと思ったんです。で、5年目というのは、どうしてまで子ども返還せなかったかというと、行政の方から5年間あの森友学園問題という、まあ、行政から言うと不祥事があったから、その5年間は子ども返還できませんよということだったんです。だからところがこの5年目に来年は入ってしまう。で、今頃からもそろそろその準備をせないかんのにもかかわるということになるんですけども、そのために彼は非常に急いで廃止というか、彼はあの休園と言ってますけども、あの職業安定所に行ったらもうあの閉園になってますと言ってます。そして他のところにも閉園やと自分の口で言ってますから、閉園のつもりなんでしょうけども、そういうふうなことをやってるということです。だから完全にあの民事再生の特別背任ということになりますよね。あの債権者との債務者にいい方向に持っていかないかん。だから収入を増やしていかないかにもかかわらず、それをしないように、理事長の方には、援助募集するな、脅迫をし、それ、そしてその上にもう早々に廃園、閉園にしたということですし、皆さん方おかしいんじゃないのと思いませんか。憲法条項廃止、廃園におかしいというふうに思いますよね。追加としてお伝えするならば、答弁書、裁判所内での関西人とやり取りしている答弁書の中には一切閉園はしていないと、イコール廃園も考えていないという文章が書かれております。その中で職員の諸々の手続きをする際に私の方が行きましたならば、閉園という形で職業安定所にも書いてありましたし、そういったこの私たちこの裁判所が関わるところ以外のところには平気で閉園という文字を使っていると。で、細かくこちらは係争中ですし、そのような閉園という事柄は出ておりませんということで説明をして初めて相手方も驚かれるという形です。ですので、この一つだけ裁判所に提出されたものだけを見てもわからないですし、前理事長がやっている係争中の裁判だけを見てもわからないですし、全ての森友に関わっている案件を全部点と点をつなげていかないことには、このロジックは本当に解けないなというふうに思っています。ですので、これを解くためにはどうしても森友事件、森友学園、そしてそれに関わる問題を追いかけられているマスコミ、マスメディアの皆様だからこそできるお力添えをこちらの方もいただきたいなというふうに思いますし、こちらが提供できるものに関してはどんどんと提供させていただきます。お声をいただければ、提供させていただきますので、そのお声も一ついただけたらありがたいなというふうに思っております。当園は今、電話そのオンラインというかそういったものが全部切られておりますので、本日報道機関の方にお渡しさせていただきました問い合わせ先、弁護人の問い合わせ先でしたり、私の問い合わせ先なども書いておりますから、こちらの方に直接ご連絡をいただけたら、園の方で対応も可能かなというふうに思っております。なんせこのもう5年目に入りました。当初5年後からじゃあこう動くという計画もあった中で、関西人の思惑通り今進んでいるように見られている状況ですけれども、こうやってだんだんと川が、崖の川じゃないですけど、剥がれていっています。この剥がれていっている時にこそ、今先ほども少しお話がありましたけれども、やっぱり人権の問題、人権を大切にしましょうみたいなことも、今日昨日と
ニュースでも拝見いたしました。でも今私が、ま、立ち向かっているこの事柄に関してもう人権問題も関わってるんじゃないかなと、関わってるなというふうに思います。私たちだけではなくて、犯罪人は当初民事再生をするときに教職員にも間接的にですね、あの私の口から力添えを、あの貸してお力貸してくださいというふうに教職員の方にも申しました。教職員もそれなりに犯罪人の提出しました民事再生案の方が遂行するように協力してまいりました。それなのに犯罪人をつけなかった方が民事再生終結するんじゃないかなと思うぐらいの愚行です。ですのでもう本当に情報提供をどんどんさせていただきたいと思っておりますので、どうかどうかこの森友学園問題と言われる本質をどうぞ報道していただき、一般の皆様にもこの件をもう一度考えるきっかけ、知るきっかけを与えていただきたいなというふうに思います。一般の方々からの問い合わせ、お手紙などが当方の方にどんどん来ています。私の方で気づかなかった問題とかも教えていただいて、あ、なるほどって気づかされること多いです。やはり同じ日本の国に住んで暮らしておりますから、この日本全国にいらっしゃる方々に問題提起を投げかけていただいて、自身に置き換えたときに、まあ、同じようなことはないかと思いますけれども、置き換えたときに、さまざまなこれから生きる上で皆様のお知恵になるんじゃないかなというふうに思っております。間違っても保護者の皆様や教職員は自分たちのだけのことを考えて、この森友学園塚本幼稚園のこの問題に立ち向かってくださっているわけではありません。今後この日本社会においてこれはほっとくことはできないなということで、一緒になってやってくださっております。そういった小さな声かもしれませんが、小さな声がこのように大きな大きな大きな問題を支えてくださっているということだけは皆様方にどうぞ知っていただきたいと思います。何度もなりますけれども、マスメディアの皆様方、私たちが皆様方に報道していただくということしか、この問題を表に大きく出すことができません。そうすることしかできません。ですのでどうぞ皆様方に提供させていただいた今までのこれまでの資料をもう一度見ていただいて、本質、森友学園の本当の問題を報道していただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、それでは質問のある方は挙手していただいて、社名を名乗ってください。よろしくお願いします。どうぞ。読売テレビです。ちょっと伺いたいのが刑事告発に関してなんですけれども、大阪府警にこれ告発された容疑としては傷害と暴行になるんですか。はい、傷害ですね。傷害、はい、まあもう、どうなる、具体的には傷害だけね、傷害だけです。被害者複数ですけど、被害者複数で被疑者は加害者も複数、はい、被疑者の方は特定した上でって感じですか、それとも被疑者不詳。被疑者は氏名不詳になります、はい、氏名が分かるものについては開示してあの書いてますけれども、ほとんど共同暴行を受けているという状況ですので、加担している範囲がどこまでか、そこのそれぞれの現場で どの程度かということについては必ずしも特定できないので、それはビデオとか音声とかの記録から、まあ、今後被疑者を特定していくということになると思います。他にございますか。
今の質問と関連なんですけど、はい、現時点ではどういうその被疑者についてはどういう表現になっているんですか。暴行を加えたものみたいな、そういうバクテンにしたい方に、うん、民事保全法だと民事執行法が順用されてて、それで執行官の権限としては、その例えば明け渡しの場合においてはね、威力を用いることができると書いてあるんです。で、あるいは警察官のいわゆる要請を受けすることができると書いてあるんですよ。で、威力というのはいわばその脅迫ではなくって、その、まあ、厳重に、その事実を告知して、それで退去を促すと、ある程度の圧力はかけても暴行脅迫には至らないということが威力です。威力業務妨害の威力と同じで、ね、威力です。ところがどこにもね、暴行脅迫をしてはよい、しても良いとは書いてないわけね。だから当然これは公務員による犯罪ですし、その共謀共同性犯、その執行の補助者とも含めて全部それは共謀共同性犯だという認識で刑事告訴しています。執行官とその補助者というのは少なくとも対処ですか。当然執行官の執行行為において行われた行為ですからね。執行官いなかったらそういう行為が行われないわけでしょ。で、それが執行官の指示があったか指示がなかったかわからないけど、そういうその違法行為に及ばない方法を講じるべきだったんですよね。ましてやこれね、送達前で皆目わからんとこれ執行しようとするわけでしょ。そしたら十分な説明をして、で、その、捕まった幼稚園にいる人に例えばその決定書をね、送達はされてないけど自分たちが持っている決定書を示してね、ここはこう書いてあるやるということをきちっと説明するのはいいけれども、ただ単にもう形式手続きだけでトントンときたもんだから、それは驚くでじゃないですか。で、驚いてどうなんですかとかっていうことについて、まあ邪魔になるから全部排除していくという形で、今前理事長が言ったような、もうはっきり言ってこの法治国家で行われてもいいのかと思うほどのね、行為がなされてるわけです。で、それはもう映像での証拠もありますから、もうこれははっきり言って警察、府警本部も、まあ、要するに受理したということ、これかなり早い時期の受理ですよ。これは1ヶ月も経たないうちからもう受理してるでしょ。これ14日に基本的には私と現理事長と行きまして説明して提出したのが14日です。7月14日です。で、受理したのは8月5日か6日、そんな頃です。初めの特別背任の場合はあれ2月の24日からに告訴告発状を出して、ようやく4月19日に受理してるんです。そのペースからしたら極めて迅速だった、つまり証拠がまあ明白だったということが、まあ、これで分かるかなと思います。よろしいですか。他にございますか。もう必ずちょっとね、まあ、お願いしたいのは、そういう、まあ、ハローワークとかそのいろんなところとか、その肺炎とかいうようなことも含めてね、皆さん取材されたらどうかな。で、取材してこちらの言ってることのエビデンス、証拠があるのかどうかと調べていただいて、事実であれば報道された方がいいと思うんですけどね。で、報道価値があるじゃないですか。休業だと言ってながら肺炎だということを他方では言ってる。それはね、はっきり言ってやるべき行為じゃないじゃないですか。嘘を言ってることやからね、裁判所の手続きにおいては嘘を言って、で、外部では全然違うことを言ってる。こんな二枚舌許していいものなんですか。やっぱり取材してくださいよ。この会場で聞いたことだけでどうするか、行動するかどうかという判断するんじゃなくて、裏付けを取ってね、対応していただきたいなとは、もう心から思います。よろしくお願いしたいと思います。他にご質問ありますか。なければちょっと、はい、こちらの方から補充させていただきます。先ほど、私
と家内の刑事事件における弁護人を解任いたしました。解任いたしました、それは訴訟の方向性というんですかね、対応の仕方というんですかね、何と言ったらいいかな、公判方針の違いというんですかね、まあ、その辺が、どうしても修復しかねるところに来ましたので、清井町法律事務所の弁護士の先生方を先ほど会議で、これもすでに、第5刑事部に届けました。出しました。な、今言いましたよ。方針の違い、うん、の公判方針というかね、まあ、いろいろ言えばあるんですけど、その違いというか、ね、新しい弁護士、まだこれからですね、はい、今日のことは別ですから、はい、もう皆さんいらっしゃるか今日言ったんで、ね、ありますので、ね、今度9月の5日に予定される公判は当然延期になるんですね。他にありますか。整理整頓して、もう一度原点からね、見つめ直したらいいと思います。全てがひっくり返ります。じゃあどうなんだというところを 見つめ直していかないと記事にならないですよ。和議ファイルでも結局皆さん精査されたと思うけども、森友学園の方の便宜を図ったことはない。つまり森友学園側からの要望をね、まあ、受け入れて、まあ、例えば、見学のことについても手続きについても一切そういうようなことについての便宜を図ったことがないとはっきり言い切ってるじゃないですか。交付したことがない、うん、だからそういう意味からするとね、皆さんが当初思い描いていたこととは全然違う。だから財務省のいわゆる公文書の改ざん事件というのは全く財務省のご都合でされたんであって、森友学園とは全く、つまりもう要するに頭越しにされてる話なんでね、いかにもイメージとしてはね、その、まあ、いろんな意味で、森友学園からの影響があったかのごとくイメージされてるんだけど、それ全然違うというとこをこの赤木ファイルでわかるじゃないですか。そこからね、この事件のつまりどういう形の、まあ仕組みになっているのかというと疑問が当然湧いてくるのは普通だと思うし、で安倍晋三夫婦の関与の関係も含めて、あれ関与してるじゃないですか。関与してるのに関与してないと言って、最後まで地に留まったし、で改ざんにおいてもそれは佐川さんが改ざんを指示したんであって、こっちの何らかの気持ちを込んでやってるわけなんです。自分らの財務省のことの都合のために改ざんを指示して、赤木さんもそれは抵抗した赤木ファイルの自分の形を残したのかもしれないけど、決してそれを否定したわけじゃない、ないわけで、だから財務省ぐるみで公文書が改ざんされてなったことはこれ間違いないじゃないですか。それに森友学園が何も関与してないのに、これを総称してね、森友学園事件というね、ネーミング、これ自体がおかしいじゃないですか。これまさに財務省事件じゃないですか。財務省の公文書改ざん事件と森友学園の要するに刑事局も含めた問題と
全然関係がないという視点でやっぱり立ってもらう必要が僕はあると思うんですよ。他に何か関連があればご質問受けますし、どうぞ。ついでに言っておきますけど、その赤木ファイルにも載ってますけど、土地の貸し担保責任をなしにしたというのは、あれは今私と、訴訟しておりますこ の、北間法律事務所の佐賀康夫弁護士が私にも相談せずに言ったことなんです。勝手にやっちゃった。勝手に近畿財務局財務省と話をしちゃった。近畿財務局航空局と話しちゃった。そして契約書ができちゃったいうことなんです。ということは、先ほど言いましたように、貸し担保責任というのは、契約書の中で言うと、産業廃棄物、ゴミ、そこら辺のものです。あの中にはアスベスト入ってません。石綿は入ってない。ということは、あの土地の中に石綿があるということは、どうなるのかということになりますね。森友学園の方から、国の方に対して損害賠償請求ができるような立場であったということを分かるんじゃないですか。だからそのことに関して本来ならば、もうこのアスベスト問題は分かってるんだから、現時点において6人も関西人も。そしたらね、これによってね、いわばね、騙し討ちみたいな形で貸し担保責任の面積のガチガチの契約をね、後で分かったんですよ。森友学園は後で分かったんですよ。そういうふうなことを仕組んできたことがまさにアスベストの隠蔽にあったということから当然じゃないですか。そのアスベストを隠蔽するためにこういうことをしようとして、そして結局、簡単に言えばいろんなことの結果において森友学園がこれをね、いろんな形の中で契約解除をさせられるに至ったといういきさつからすれば、これ森友学園が国に対してのね、国家賠償請求をすべきなんです。でそれをするのは関西人じゃないですか。その関西人が全くして、ね、いないということも、これ犯人行為ですよ。れっきとした犯人行為ですよ。事故の権利を実現しないで、あえて分かっていながらこれに本人の、つまり森友学園の利益を損なうんだから、これ恐ろしい犯人行為じゃない。でそれもこちらはいろいろ主張してるわけですよ、国家賠償も含めて。そういうことを一つずつやっぱり丹念に事実を拾っていって、売り付けを求めて、そしてアプローチするのがやっぱり皆さんの本来の仕事かなっていうふうに思いますね。この際やっぱり一度社内に持って帰って、これをどういうふうに報道姿勢としてこう大転換をするかということをね、協議される必要があると思う。あなた方は新聞記者って言うんだけど、自分が編集長と戦ってまでペンの力で押し通すということじゃなくて、ただ新聞社の社員という立場でやると思うんだけど、そこらはやっぱりね、もう少しやっぱ勇気を持って、このおそらくこういう大転換を図るべきような報道姿勢というのをやっぱり鋭意にやっぱり検討されるべきだと思います。これいずれこの問題は弾けますから、後追い記事を書くよりも先行された方がいいと思う。他にもしなければほぼ時間が来ましたので、もしあれば最後の質問を受けますが、なければこの程度で終わらせていただきます。よろしいでしょうか。はい、はい、これで終了させていただきます、はい、どうもご清聴ありがとうございました、はい